はい、つまりありがとうございます。パーソナルブレイクでドミさんですね。はい、パニーニの USA ですね、2024。はい、いやー今日もちょっと早めに来て発送ね、まあ昨日受注受けてて、あーこれまあね、店長的にはいつも150件ぐらいまではまあ普通に作業休みなしで作業すればいけるかなっていう段階なんですけど、今日は200オーバーで、昨日の段階であやばい、これ以上売ったらちょっと明日中の発送が無理だなと思って受注は昨日ストップしたんですよね。よいしょ。いやそれでもまあ、うん、店長今日上限解放2回ぐらいしましたねもうね、あの、うん、上限解放しすぎちゃって、星5のプラス7ぐらいいっちゃって、上限解放してもあのオプションが何もつかないような、ちょっともうね、うん、はい、いやーちょっと休憩、はい、休憩もいつもより長めで30分ぐらいボケーっとさせてもらいました。こっちか思って、あ違うな、挟んでんのか、こんな感じですね。どっちから見た方がいいんだろう。まあ表こうですからね。はい、よいしょ。ちょっと待って、こうなのかな、あずっと、あ後ろなんだ。こっちだけ一枚ひっくり返ってるのか。こうだ。はい。よいしょ。はい。まずは、はい。PJ モアランドさん。オートジャージですね。これは100かな。うん、はい。おお、ゴールドインクだ。シルエットのゴールドインクだ。ね。オートジャージ多いですね。3連続オートジャージ。はい。グリフ・オファーラルさん。ですかね。ちょっと待って。あ、こうか。逆なんだよね。逆なんだよね。ちょっともう疲れてきちゃって。はい。今日は。あとゆっくり、フライって寝るかな、早めに。はい、っていう感じです。これはシリアルは49ですね。はい。うん。シルエットはね、この辺がこうね、うん、製造過程の大カットの時にっていう。よいしょ。ほとんど厚型っすね。あ、これが分厚いやつだ。これ何？帽子とかかな？待ってね、こんな分厚いっすよ。あ、光ってるな、金ホロ。はい、カーター・ホルトンさん。あ、10シリだはい、10シリ来ました。カーター・ホルトンさん、これは分厚いね。うん、ちょうどあったからよかった、ぴったりです。なんか書いてある。NTS。トレーニング、うん、ナショナルトレーニングシグネチャー。いや、わかんないな。わかんないな。はい。よいしょ。うん。で、次が、これですね。あとで髪の毛、これ終わったらちょっと髪の毛セットしよういやもうほんとそれ物語ってるでしょ、戦をはい、ロスランダーさんですね。これはシリアルがないんですね。もうオートジャージ、オートレリックばっかりですね。ずっとオートレリックだな。はい、サム・コザート、ずーっとオートレリックだ。ん？ここでペラか。あ、ここでペラだ。はい。まあ、関係ないんだろうな。モアランドさんですね。うん。いいっすね、このスタンス。大谷君もかなりスタンス広げてますよね。まあ、年度によってかなりこう、
スタンスの角度はかなり変えてきてるなっていうのは見てわかるんですけど、それで高さのね、ああペラかこれも、あペラじゃないわ、はい、よいしょ、ここでまたオートジャージですね。100ポイントいっぱい使うな。はい、シェリーさん、ウェイド・シェル、シェルリー、シェリー、うん、2016年にニュースベースボール、うん、はい、でベースは1個ぐらいは出てくるんですよね、何かしらね、はい、うん、ガーナーさん、あ50種類だこれ、星パラ、はい、ということでちょっと初めはねローダーどんな感じで使うのかなっていうのを知りたかったんで、これちょっと熱いもんね。あとは100か。ペラ2枚と、まあ、オートジャージかこのペラオーとかは結構ランダムでしたよね、毎年ね。ああ、こんな感じか。5枚使うんだ。ああ、1回の、1箱の PB でローダーがだいたい500円ぐらい使いますね。よしぎゅう食える。はい、いいんですよ。いいですよ、はい、ちゃんとあのこう店長も収益が多少入ってくるんで、まあ収益だけでは全然足りないですけどね、よいしょ、まあそれで一応、はい、3分の1ぐらいは、うん、あの YouTube の収益でローダー代は賄えてる段階ですね、なのではい、60% くらいは赤字みたいな感じですけど、まあ楽しんでいただければね、それでいいんでね。これ分厚いんだな。はい、これだけちょっと分厚いんで別にしておきました。はい、こんな感じでした。選手は全くわかりません、店長も。はい、まああのね、巷で話題になってる選手はとかはですけどね。うん、カングリアンでした。はい、じゃあまたぜひねチャレンジしてください。一応、再販、まあ昨日はあのちょっと梱包できる数量がもうギリギリのギリだったんで、はい、まあそれで今日間に合ったからよかったんですけど、残りは後で集計して夜、はい、また販売再販したいと思います。それでまあ発送明日できるかな、どうでしょうね、うん、はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。